会議、それは宇宙の真理。こんにちは、あやむです。はい、ということで来ましたね来ちゃったな、これ。最強バフスーパーバースト会議 KH3 バージョンついに登場というところで、ついにっていうかって感じだけど来ちゃいましたね。3周年記念の時に来るぞってみんな言ってたやつがこのタイミングでね、アップデート後のタイミングで来ましたね。正直ね、これはね、うまいやり方じゃないと思うんだよね。どう考えても誰が見てもうまいやり方じゃないと思うんですよ、これ。この間じゃないですか、つい2日前ですよ。上限が解放されたのが15段階、バフでバフ15段階に解放されたのが2日前で、性能ね、ガチャとか回してからじっくりね、お話ししようかなと思うんですけど、ね、ちょっとうまいやり方じゃないよね。バフ上限解放されて、ちょっとね、新たなバフとかね、試行錯誤、デッキの試行錯誤するという意味では、そういう楽しさはまた生まれたんですけど、これ出しちゃうと、もうこれでいいじゃんってなっちゃうので、なんかまたデッキが、一瞬でまたデッキを組む楽しさがなくなっちゃうなっていうところで、ちょっとこれゲームシステムとしても良くないと思うよ。全然そのシンプルにゲームとしてこれ出しちゃうと、面白みがね、ないっていうところがあるので、やっぱあんま良くないですよ。やっぱり何のゲームにしても、もうこのキャラだけがべらぼうに強いとか、このキャラ、まあいわゆる人権キャラだよみたいな出すと、みんなそれ使うし、なんかね、そうゲーム性がない、損なわれる感じがして、そんなにねっていうところで、まあいきなりその別に僕は別にカイリーをディスってるわけじゃなくて、運営をディスってる、運営がこのスタイルで販売してることに対してディスってるだけであって、僕はカイリーを別にディスってるわけではない。カイリーは悪くない。はい、というわけでね、ちょっと話していこうかなと思うんですけど、どうしようかな。先にちょっとガチャシステムが今回から変わったので、その辺話してからちょっとガチャ行って、その後性能解説行こうかなと思うんですけど、ガチャのシステムがね変わったね。もう明らかにその収課金とか課金者の方を優遇するような形になったっていう感じ。まあこれに関しては別に僕は悪いとは思わないかな、悪いとは思わないし、今までなかったことに、そのなんだろうな、どちらかというとユーザーライクというか、ユーザーに対しての、まあメリットがあるガチャのタイプなので、これに関しては僕は別に全然悪い気はしてないんですけど、まあ本当に完全無課金で貫いてる方、これ収課金しないと、この上のねプレミアムドローというものが回せないと、解放されないといった仕組みになっているので、ちょっと今までと違います。ここに書いてある通りですけど、そうボーナスジュエル購入というのはもちろん収課金という意味なので、1400円を払って収課金をしている方でないと上のねプレミアムドローが解放されませんよと。はい、でプレミアムドローだと何が違うかっていうところなんですけど、はい、こんな感じの違いですね。プレミアムと通常は、プレミアムの方は、確定ストッパー10回目で確定になったら3万ジュエル出せば、確実に1枚は出るというところと、あとマジックミラーが若干ながら増えている。であと排出確率も2倍になってるんだよね、通常版のドローと比べると。なので天井に行くまでに出る可能性が結構高い、まあ、結構高いって言っても元が 0.65% とかなので、2倍になっても 1.3% かな、 1.3% なので、まあそれで高いかっていうとまたうーんですけど、まあ、他の、ね、ソシャゲとか見てても、モンストとか見てるのちょっと別ゲート話になっちゃいますけど、モンストとかの排出確率、一番レアなキャラでも 0. ピックアップとかで 0.6% とか 0.9% とかそんな感じなので、まあ、その辺のね他のソシャゲと比べても、まあ、特別低いわけではないので、 1.3% という数値はむしろどちらかというとモンストよりも高かったりするんだよね。ただまあ、モンストと違うのはあれかな、まあ、いろいろピックアップされてるキャラがいて、ピックアップキャラの合計の確率、排出確率が 8% とか 9% ぐらいあるってところだね。こちらの方はピックアップキャラが1枚なので、ドローに対して1枚なので、まあ、
相対的には低くなってるかな。どれかモンストだったら、例えばどれ5体のうちどれか当たればいいなっていう確率だったら 9% ぐらいあるので、まあ1点狙いだったらどっちにしろ確率としてはね、そんな変わんないですよ、他のソシャゲと比べても。はい、ただし、天井があるとプレミアムドローの方はっていうところがありますのでですね、ちょっと無課金の方はきついかもしれないけど、普通に今まで課金してる方にとってはね、かなりありがたい。これは僕個人、僕的にはかなりありがたいドローかなと思う。まあ地獄見たこともあったので、10回目で確定はまあかなり優しいよねと思います。はい、っていう感じでちょっとシステムが変わってて、であと今回ねすごいね、確定枠がね、あのギルト7になってる、もうギルト7オンリーなので、まあ結構回す方いらっしゃると思いますけど、サブスロがめちゃめちゃ育つと思う、めちゃめちゃ強くなると思うので、はい、まあそんな感じでちょっと性能に、最初に性能話しちゃうとめちゃくちゃ話が長くなるので、ちょっとスーパーバーストの仕様とかもねちゃんとやりたいし、ちょっとめんどくさいんだよねスーパーバーストの仕様が。実際にちょっと使ってみながらやりたいので、先にガチャ回します。はい、僕はもちろん上のねプレミアムドローで行くんですけど、一応提供割合見とくとね、確か 1.3% なんだよ、 1.35%結構高い。で、ステボが 0.15 っていう感じなので、プレミアムドローで天井行かずに出る可能性も全然あるってことですね。はい。とりあえず回します。いや、でもやっぱ天井あるっていう安心感はすごいよね。すごい。天井ある、しかもこれ、しかもギルト7確定でしょ、この最初の闇の枠って。俺の全存在をかけた攻撃だからな。うわ、すげえ。俺の全存在をかけた攻撃だからな。攻撃だからな。うお、これいいね。ギルト7確定はいいな。これありがたいわ。最近なんかナンバー19とか回してもね、なかなかサブスローが育たないとかっていう問題があったので、おゼクシオン、いいねいいね。これこっちのピンツはただたまたま出ただけだね、これ確定枠じゃないところで出たやつ、いいね。ゼクシオンね、青のリバースとか結構不足しがちになるんだよね、フェアリースターとか特に。ありがたい、これはありがたい。あとね、なんていうのかな、家覚醒専用メダルが普通の通常排出枠に入っててもいいと思うんだよね。すごいな、なんかステボ率がえぐくない？たまたまだろうけど、ステボっていうかステボ並みね、こっちのステボ並みに初めて出た。すごいな。どうした？ステボ率高いわけじゃないと思うんだけどね、別に。たまたまでしょう、これ。すごいな。うん、でも本当にね、覚醒専用メダルを通常排出枠に入れてほしいっていうのがある。ダックス。この画面で、あれだ、星7枠が、アップライトの星7枠2つ出たら結構熱いよね。多分、あ、帰りかもしれないっていう気持ちがあるので。てかもう、すでにもうこれで50年目か。出ませんね。確率2倍。まあ 1.35% だからな、言っても。言っても 1.35% なので。もう1枚来い、もう1枚来い、もう1枚、もう1枚、我が名は。うん。我が名はみんなありがとうになったけどね。はい、60連目いきます。我が名はみんなありがとう。いやー、もうカイリーの性能に関してはね、話したいことばっかですよ。話したいことし、お、あ、お、出たわ出たわ。てかすごいすごいすごい、みんな見て、キングダムハーツのメインヒロイン3人だよ。これやばくない？これやばくない？ある意味紙引きでしょ、これ。やばくない？キングダムハーツのメインヒロイン3人だよ、これ。アクアもいるか。アクアもいたわ。ごめん、アクアいた。アクアいたわ。アクアメインヒロイン、ヒロインか。ヒロインだよね。アクアいないけど、アクアいないけど、すごいよ。すごいよ。ヒロイン3人揃ったよ。すごいわ。これすごいわ。これ紙引きだわ。これ動画じゃなかったらスクショしてツイッターアップしてる やつだわ、これ。すごいわ。これすごいな。
これすごいな。60年目で出ましたね。60年目で出た。はい。さ、ということでまた振り出し、もうどうしようかな。あのね、カイリスーパーバースト、これあれなんですよ。複数枚持っててもいいんだよな。複数枚持っててもいいレベルの強さなんですよね、スーパーバースト、カイリー。特に PVP とか考えたりとか、まあ、あのね、スキルとか考えても、あと普通にね、これ、倍率、今回のね、カイリー、普通に倍率高いんだよね。そこそこあるっていう。はい。ちょっと性能解説いこうかなと思うんですけど。まあとにかくこの絵柄としてはもう、まあ、文句なしですよ。この間あのミッキーのね、復刻なしのドローで絵柄だけは最強と言いましたけど、このカイリーの方がもう最強になっちゃったね。もう絵も最強だし性能も最強だしっていう、これ間違いなく最強だよね。最強メダルだよね。火の打ちどころがない、あ、ある、一応あるんだけど、ちょっと使いにくい部分もあるんだけど、これから説明しますが、ちょっと使いにくい部分はあるものの、基本的には最強メダルといっても差し支えない性能にはなってますね、これ。はい。で、見ていきましょう。で、こんな感じなんですよ。ドーンと。全体攻撃で1ターン内で光バフ7段階、攻撃バフ15段階、全属性攻撃バフ12段階、敵の光防御デバフ7段階、敵防御デバフ15段階、敵の全属性防御デバフ12段階、ギルト 150% アップ、攻撃カウントプラス2 HP 最大回復、ゲージ中回復、状態異常回復、消費ゲージ0、倍率22倍。これ喋っててアホだなと思った。喋っててアホだよこれ。なんかもうなんていうの、僕が考えた最強のメダルみたいな感だよね。すごいよねこれは。さ、バカだよ。本当にね、この間上限解放されたばっかりで、もういきなりその頭打ち、いきなりバフとかデバフの頭打ちにするような内容のメダルを出すっていうのはもう本当にね、売り方が悪いなと思う、普通に。普通に売り方が悪いよね。ちょっとなんだろうな、出しても10段階アップとか出して、徐々にね、上げていけば、その、セールス的にも、いいかなと思うんですけど、いきなりこれ出しちゃったらさ、今後のメダルどうすんのってなっちゃうよね。今後のメダルどうすんのってなるし、は？今まで使ってたメダルどうなんのみたいな、ことでさ、文句溢れるに決まってるじゃん、こんなの。これ、うまいやり方とは絶対言えないよね。すごすぎるわ、ここの上。相変わらず、安定しすぎてて。もう何も学んできてない。この3年間。すごすぎるわ。はい。っていうところなので、まあ、ですね、前回か、木曜日か。木曜日にアップした解説動画、アップデート後の解説動画で話してたようなデッキとはまた一線を画しちゃうね。もういきなり動画、まあ意味ないとは言わないけど、デッキの組み方ね、カイリー使っちゃうと根本的にまた変わってきちゃうね、あの時に話した組み方と。ただし、カイリーこんだけバフとかデバフついてるけど、これ1枚で完結するような性能ではないんだよね、実は。実はっていうか、実際は。なので、パッと見ね、めちゃくちゃ強いじゃん。これカイリー1枚あったらもう何もいんねえじゃんって思う方、もしかしたらいるかもしれないけど、これね、よく見るとね、光バフが7段階止まりなんだよね。光デバフも7段階だし、ついでに言うと闇バフと闇デバフもないんですよ、これ。カイリー。なので、まあ、結局、あれだよね、カイリー、これ僕手に入れましたけど、カイリーがあったところで、2枚目以降もバフとかデバフを積んでいかないと、ちゃんと機能しない。機能しないっていうか、機能しないわけではないけど、まあ、ダメージとしては、最大ダメージとしては出ないので、その辺を気をつけて編成する必要があるので、まあ、どっちにしろあれなんだよね。足らないところがあるんだよね。これ一つで全て補えるわけじゃないです。特にね、闇デッキ使ってる方、闇デッキメインで使ってる方にとっては、帰り引いても、まあ、もちろん強いんだけど、攻撃バフとかね、防御デバフ15段階いきなりつけれるんで、
弱いわけでは全くないんだけど、これプラス他のね、バフとかデバフメダルついバフとかデバフがついてるメダルを使えば、まあ、全然いいかなと思うんですけど、まあ、どっちにしろだね、どっちにしろバフとかデバフ2枚ぐらい割くのも間違いないかなと思います。どっちにしろ、まあこのカイリーに、例えば追撃がついていれば、これ1枚で光バフ14段階まで上げられるしってところで、まあ強いんですけど、うん。で、あとね、今までの、最近のね、バフとかデバフ目で、予知者とか、予知者 EX 回とか、ステンドグラス EX 回、それから、帰りシオン EX 回と違って上書きではないので、この辺が結構大きな違いかな。上書きだと、上書きの上に上書きやっても、バフの内容変わらないので、ステイっていう状況だったんですけど、これ上書きじゃないので、追撃は全然効くし、はい。って感じですかね。ただし、デバフとか、例えば、まあ、極端な話ですけど、こちらがすで、あの、前の相手のターンとか、敵の攻撃で、攻撃デバフ15段階、マイナス15までいってる状態で、このカイリを使って、スーパーバーストカイリを使ったとしても、攻撃バフってマイナス15が0に戻るだけなので、そこが大きな違いかな。ただし、上書きメダル使った場合は、マイナス15から使った場合でも、必ずプラス7、7段階まで上げるっていうことができたので、その辺が大きな違いかな。まあ、今後、なんだろうな、新たなボスとか、13機関とか、それから、まあ、新しいメダル、PVP とかでも、攻撃デバフ10段階ダウンみたいな、攻撃デバフ10段階みたいなメダルが出てくれば、またちょっとね、上書き系のメダルも駆使しつつ、このカイリーも使うみたいな戦い方になってくるかもしれないので、まあ、一概にね、別に僕まだ上書き系のメダルが死んだとは別に思ってないので、はい。それも結局使い方次第かなとも思うので、はい、ただし、これ出ちゃったから、ちょっと上書き系のメダルの、なんだろう、使いどころが減った感は、否めない。間違いなく減った。間違いなく減った。それ悲しいね。死んだわけではないけど、使い分けとはできるとは思うけど、ちょっと使いにくくなったかなっていう印象。で、上書き言ってるけど、これスーパーバーストの方にも、上書きのバフついてんだよね。バフでバフが。で、そうなんだよね。これついてるんですけど、このね、最初どうなのかなと思ったんだけど、最初パッと見ね、めちゃめちゃ強えじゃんこれって思ったんだけど、よくよく読んでみるとちょっと微妙なんだよねこれ。何が微妙かっていうと、まあちょっと読むよ。2回の間自分に対して光バフ15段階アップ、まあこれ要するに 全属性バフデバフがマックスまでいくってやつ。読むのめんどくさくなった。そうよ、単純に言えばね、すべてのバフデバフが上限まで行く上書き系のスーパーバーストで、ギルトが 200% アップで、攻撃カウント減少なしで、 PVP の防衛時は1枠目の前に発動、一番最初に発動するってことだね。ただしこの文面の中で、まあ、一番ネックになっているのがこの 2回ってところ、一番最初のこの2回の間ってところ、これがすごくネックで、これ実際使ってみた方が早いんだけど、すでに僕はもう知ってるので、2回っていうのは攻撃、その発動したメダルも含めて2回なので、実質このスーパーバーストとこのスーパーバーストの後のメダル1枚だけ、1枚もしくは追撃ついてるんだったらそれで終わっちゃうし、そう、そのメダルだけ、次のメダルの1回の攻撃だけなので、かなり幅は狭い。しかも上書きのこの仕様、2回で消えちゃうっていう仕様のせいでですね、使ってみた方が早いね、これ使ってみた方が早いと思う。効果内容が消えちゃうんだよね、そのスーパーバースト打つ前に貼っていたバフとか、デバフのね、これどこでやったらいいんだ、どこで試してきたらいいんだろう。あれがあったな。トレーニングモードっていうものがあったな。
全然活用してなかったけど、トレーニングモードってやつがあった。これどうなんだろうね。これレベル5って書いてあるけど耐えれるのかこれ。ま、このこちらの帰り X 回でいいかな。とりあえず帰り X 回を使って、何属性だっけ、パワーか、パワー、はいはい、かわいい、はいはい、かわいい、はい、かわいい。でこれで試しにやってみるとどうなるかってところをちょっと見ていきましょうか。はい、あ、でまず一番最初にカイリー X カイの、アビを発動しました。そうすると、まあ、こんな感じで、まあまあ、バフがね、バフついてるの分かりますよね。バフデバフがこんな感じでついてますよね。7段階か、まあ、属性バフに関してはペットスキルがあるのは8段階アップになってますけど、まあ、こんな感じで7段階バフデバフがくっついていると。でこの状態でスーパーバースト打ちましょう。あのカイリーのね、カイリー3のスーパーバースト打ってきますよ。そうすると、はい、こんな感じでバフデバフが全て15段階なってますね。属性バフに関してはペットスキルのおかげで16段階になってますけど、まあ基本的には15段階になってるのは分かります。で2回の間っていうスーパーバーストの効果なので、今のですでに1回消費してます。2回の間の1つは消費してます。なので次の攻撃、このだから帰りか、このスーパーバースト帰りの攻撃でバフデバフ、スーパーバーストのバフデバフの効果は終わります。でやってみるよ。アビ発動しないで素殴りでいくよ。はい、とすると、まあこんな感じになってるんですよ。わかりますか、これね。さっきまで貼ってた攻撃バフとかの類が一切なくなってるの分かりますかね、これ。皆さん。そうなんですよ、これ。さっき、一番最初の、その、カイリー X 回で発動した時の、攻撃バフ7段階アップとか、そういうのが一切なくなっちゃってるんですよ、これ。っていう効果なので、スーパーバーストの方の上書き、2回の間上書きっていうね、あの効果内容を使っちゃうと、スーパーバースト打っちゃうと、それ以前に発動してたバフモルトも消え去っちゃうんだよね。っていうところで使い方がかなりめんどくさい。まあ別にめんどくさかったら使わなきゃいいだけの話なんだけどね。そんな倍率、スーパーバースト自体の倍率が50倍なのでそんなに強いわけじゃない。リクレプリカが80倍で、でセフィロスとかが120倍なので、そんなに強いわけでもないので、まあ使わなきゃいいじゃん。もしくは使うのであれば一番最後のメダル、もうバフとかデバフが消えちゃってもいいような状況で使うしかない。もう本当に一番最後のメダルだよね。であと追撃分も1回と判定されるので、追撃メダルついてる場合だと追撃の部分で使わないとダメですっていう使い方なので、思ったより微妙だね、スーパーバーストの方はっていう感じですね。分かったかな、僕の説明で。まあでもこれ、まあ皆さんもね実際やってみた方が早いかなと思うんですけど、まあ、こんな感じなので、うん、ちょっと本当にね、カイリーのスーパーバースト使うときは使うメダルをよく考えた方がいい、使うタイミングか、タイミングをよくね考えながら使った方がいいかなというところですね。思ったよりスーパーバースト微妙だったな。まさか2回の間とか、うん、そういう前に発動した、バフデバフの効果はちょっと残ってるのかなとか思ってたんですけど、そういうこともなくて、うん、そのターンに発動したねバフデバフもろとも消え去っていっちゃうっていう、ちょっと微妙な仕様なので、この辺をよく考えないといけないです。で、先ほどの文面に戻るとですね、 PVP にもこれ影響してくるんで、がっつり影響してきちゃうので、これね、一番最後の文面、 PVP の防衛時
自分が挑んでる場合じゃなく、挑んでる時じゃなくて、放置してる時だね。相手に挑まれてる時に、一枠の目の前で、一枠目の前に発動するというところなので、これも考えてデッキを組んでいかないと、ちょっとダメだね。はい。ただし、今まで絶対にできなかった、例えばこういうことができる。もう一枠目から超か、普通のあの、何のバフもない火力メダル。火力メダルを入れることができるっていう。例えばこのザックス B なんて闇バフ3段階しかないですから、これ。バフが、バフ内容が。こういうメダルをいきなり一枠目からぶち込むことができるっていうことだね。パワヒだとこういうこと。こういうことがいきなりできちゃう。このザックスならね、バフとかでは全然ないんで、関係ないです。はい。で、2枠目以降はね、この、カイリーの本体自身のバフで戦っていくと。そういうやり方だよね。そういう組み方になってくると思う。で、先ほど言った通りですね、あの、光バフ。光バフと光デバフが足らないので、結局、PVP に関して言えば3枠目以降もバフとかデバフを意識して組んでいかないとならない。光バフ、光デバフ、まあ、具体的にはこの、まあ、例えばね、陸 EX 回だったら光バフ3段階、光防御デバフ7段階ついてるので、これ1枚こうやって入れるだけで、まあ、光バフが10段階まで上がると。で、光デバフに関しては14段階、まあ、しかもこれでもまだ足りてないです、光バフデバフが。なので、まあ本当にその、なんだろうな、カイリーだけで全てが完結するわけではないので、その辺皆さんね、よく考えてデッキを組んでいく必要があるかなと思います。まあ、例えばこういう組み方とかしちゃえば、まあ本当にあれですけど、本当に極端な話だけど、こういう組み方しちゃえばもう本当に間違いないよね。もうこの4枠目の時点で追撃とかなければね、追撃とかついてなければ4枠目の時に光バフデバフが完結するような流れですね、このパワヒーに関して言えば。はい、っていうところです。ただし、闇バフ、闇デバフが一切ないので、カイリーについては。なので、まあこれパワヒーがたまたまね、全部アップライトで組める、まあ1枠目以外はね、1枠目にはあのスーパーバーストで闇バフもついてるんで、そう、スーパーバーストの方には闇バフ、闇デバフついてんだよね。はい、なのでこういう組、なんか、うん、今までとまた違った組み方ができるけど、です。まあ、そんな感じなんで、ちょっとね、PVP とかの、組み方とかは考えないといけないね。自分で使う場合、自分で操作する場合に関しては、特に気にすることはないと思うんですけど、まあ、PVP 防衛時と、その、戦う時のデッキを組み替える必要とかあるし、その辺ね、ちょっと PVP の方も、なんだろうな、マイセット登録とか、防衛するとき用のデッキとかのマイセットは欲しいよね。防衛するときはこのデッキでやって、オートでね、やってくれるとか、そういう設定がちょっと欲しいね。と思った。はい。それいいね。自分で言っててなんだけど、それいいね。その、あらかじめその自分がこのタイミングでスーパーバースト発動するみたいな設定を自分でできるようになったらすごくいいね。そしたらすごい戦力性っていう意味でもね、結構広がるし、それ結構いいね。それやってほしいな。はい。まあそんな感じなので、ちょっとね、PVP で組む場合と、自分でね、コーナークエストとか行く場合だと、編成が変わると思いますので、まあ考えてください、その辺は。で、まあ本当にね、カイリーだけで全てのバフとかデバフが完結するわけではないというところまでしっかり考えてね、やってほしいなと思います。はい。まあ、そんな感じで覚醒チャレンジ行こうかな。うん。まあ、あれだね。上書き？まあ本当は帰り、この帰りの後に上書き系のメダルは使えなくなっちゃったし、その辺がね、なんともって感じだけど。アビゲ。当然ながら追撃欲しいよね、やっぱり。当然のことながら追撃が欲しいよね。ナイムメソッドは今回やりません。愛を信じる。僕はカイリーの愛を信じる。60連目で出てくれたし、この辺はね、もうね、カイリーさんを信用するしかない。これやべえんだけど、カイリーさん、おい、おい、おい
これやばいんだけど。まあ防御プラス2000は、うん、あれどうしたかな、どうしたのかな、カイリさん、カイリさん、カイリさん、どうしたのかな、どうしたのかな、この辺はまだまだあれかな、おふざけしてるのかな、おふざけかな、おふざけかな。そろそろね、これもう最後なので、そろそろ本気出してほしい。そろそろ本気出してもらっていいかな。うん。うん。ただ、帰り自身も倍率一応20倍っていう倍率があるので、まあ、戦えないことはないんだけど、レイド、これ、帰りになかなかね、ルクススキルつける人なかなかいないと思うんだけどね。これやばいな。この覚醒はちょっとひどすぎるな。ひどすぎる。ひどすぎる。普通にこれバフデバフがね、攻撃バフと防御デバフ15段階までアップするので、地上とか空中ついててもダメージ出るかなとも思うんですけどね。やばい。回します。残りのジュエルで回します。あと50連分はある。50連分はある。行くわ。行く。おいら、行く。今回のライムは違う。今回のライムは違う。やっぱカイリだからね。やっぱカイリとなると違うんだな。これはやっぱカイリとなると違う。ゼクション、オッケー。ゼクションはオッケー。サブスロがね、いい。煽り場とかね、緑のリバースとかね、結構足らないので、リバース系はね、本当にね、サブスロだと重宝するからね。2枠来い。もう1枠来い。もう1枠来い。さあ、うん。さあ、これ80連目違うな。90連目 ?90 連目だ。90連目。さあ、もう一枠。さあ、さあ、えい、や、とう、とう、えい。ありがとう。おー、9帰り。てか、あ、でも こっちに、普通のこっちの帰りもいるしね。なんか帰り祭りだけど。帰り祭りだけど違うんだよな。君じゃないんだよな。君じゃないんだよな。はい。これ100連目になるのかな。実質100連目か。100連目です。いやー、ちょっと追撃と、まあできたら2枚目来たらすごく嬉しいんだけどな。うん。グーラね。はい。ラストいきます。あー、ボックス。入手順で、まあこの辺売れば間違いないでしょう。はい。さあ、ラスト。110連目、ラスト。で、最後に覚醒チャレンジやって終わります。さあ来い。さあ来い。さあ来い。出ませんね。出ませんね。結果110連で、帰り1枚なので、結局天井分と変わんねえじゃねえかっていうところがあるんだけど、はい、覚醒チャレンジいきます。あ、でもやべえな。この覚醒見た後に回すのやばいじゃん、これ。やばすぎんだけど。やばすぎ。ちょっと、いや、ちょっとライムメソッドやろうと思ったけど、信じよう。信じるよ。僕は信じる。さあ、来てくれ、えい。まあ、ちょっと、攻撃とか地上空中ついても、ワンチャン戦えんじゃないかなってところで、攻撃系の覚醒つけていこうかなと思います。空中だ。うん、っていうことを考えると、まあ、防御プラス2000。どうなんだろうね。防御プラス2000、どれぐらい変わるかだよね。まあ、普通にデバフメダルで考えるんだったら、空中2連続。麻痺耐性とかね。麻痺耐性だったり、あと、アビリティゲージプラス2とか、そういう系統の、覚醒を選ぶといいんじゃないかな。特待生。あー、これ追撃いかねえやつだわ。これ追撃いかねえやつだわ。さあ来い。
えい！はい。というわけで、まあ、帰りこんな感じでしたけど、ね、こんな感じで終わりましたけど、まあ、バフ、デバフという意味では、上書き系じゃないメダルって言えば最強クラス。間違いなく最強クラス。現状ではね、現状では最強クラス。っていうか最強だと思うので、はい。で、まあ、先ほど言った通りですね、先ほど言った内容で気をつけるべき点もあるし、別にこれが出たからといって、上書き系のメダルが完全に死んだとか、っていうわけでもまだないと思うので、どっちにしろね、上書き系メダルにしても、予知者とか、捨てグラにしても、この怪力にしても、他のメダルでバフデバフをちゃんと補ってやらないと、最大、バフ上限まで持ってくってことはできないので、どっちにしろ2枚以上使うことになる。バフデバフをね。はい。特に、闇か。闇バフ、闇デッキの方にとってはね、これ1枚では別に全然完結しないので、その辺だね。で、あと一応言っておくと、これ来たので、で、こっちの帰りが光バフに、なんだろうな。光バフメダルになっているので、今後出ます。シオンが。スーパーバーストシオンがおそらく出ると思うので、多分、12月末かな、年末に出ると思うので、闇デッキの方はこの乖離をスルーして、まあ、闇の方、シオンのスーパーバーストを引くっていう方が、まあ、賢明かなと思いますね、正直。はい、というところです。うん、ちょっと闇デッキ組むとしたら、まあこれプラス他にも闇バフ詰めるようなね、メダル入れないとって感じなので、まあどっちにしろっていう感じですかね。はい、といったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。